はい、どうもこんにちは。麻雀界の平和を守る麻雀警察です。一昨年から発足した M リーグですが、これは業界最高峰を謳う麻雀の番組です。しかし麻雀に真剣な人ほど M リーグには興味を持たないといった傾向があると思います。それはなぜか。僕がよく聞く意見としては、M リーグが下手すぎて見る気失せたわ、とか、M リーグはエンタメでしょう、とかですね。どうして同じ麻雀ファン同士の間でこんなことが起こってしまうんでしょうか。今日はその理由について考察していきたいと思います。それでは。はい、まず、麻雀ガチ勢の意見なんですが、根本的なところはみんな同じだと思ってます。それは、自分が心血注いできたゲームで舐めたプレイをされるのが許せない。これです。これです。お、これしかないです。僕もそうです。なまじ自分が一生懸命麻雀をやってきたからこそ、業界最高峰を歌う選手のクソな牌が許せないんですよ。下手くそが考えてるふりして打ってるのが許せないんです。そう、麻雀が好きだからこそ、何か思うところがあるからこそ、一部のガチ勢は、意思を持って M リーグを応援しないんです。僕も何度思いました。こんな麻雀見る価値あんのかって。確かに M リーガーの一部の麻雀は本当にひどいです。僕も心底ではそう思いつつも、ぼんやり1年2年と試合を見続けてきました。そうしているうちに、麻雀警察はそこそこの知名度を得て、それから選手の麻雀以外のところに目が行くようになり、M リーグの将来やこのゲームの未来について、なんとなくイメージするようになりました。そういったことを考えていると、麻雀遊戯王っていうチャンネルがあるんですね。そこで結構 M リーグに関係する人を呼んで、ああだこうだって話してる動画がよく上がってるんですよ。僕が仕事をしている時に、その動画をよくラジオ感覚で聞いていたんですね。それを聞くと、みんな結構麻雀の内容以外のところを考えて動いてるんですよ。誰が上手いとか下手とかそういう話じゃなくて、業界としてどうしていくか、で今後どうするかとかそういう話ですね。まあそんなやり取りをいろいろと聞いているうちに、僕の中でもだんだんとイメージが固まってきました。今麻雀業界に必要なのって、圧倒的に遊戯人口の獲得なんですよ。裾野を広げることなんです。まずはたくさんの人に注目してもらって興味を持ってもらう。そしてまだ選手を選ぶ側も見る側も麻雀の何が正しいかなんてあんまりよく分かってないんですよ。知ってますか、 M リーグを見る500万人のうち300万人が普段麻雀をしない人なんですよ。半分以上ですよ。月に何回かのセットかスマホでちょっと麻雀ゲームすらしない人が6割ですよ。そこからもっともっと引いていって、じゃあ人の麻雀を評価できるほど麻雀にコミットした人間がどれだけいると思います？いや、もう1割の半分もいないと思いますよ。都内のトンプー線や宝沢にいる人、あと麻雀界の有名人なんかもうこのピラミッドの頂点ですよ。麻雀の研究っていうのは一部の有志たちによって一般的な感覚よりはるか向こう側に行ってしまったんですよ。もうこれに時代が追いつくのはあと10年20年、もしかしたら50年先かもしれないです。どころかもし業界が衰退していったならば、もう時代が追いつくことすらないのかもしれないです。つまり今選手に求められているもの自体が必ずしも強さではないんですよ。今はただより多くの注目を集めて視聴者を増やす、たくさんの注目を受けてきたという実績を積むというその段階です。麻雀の内容が評価されるのはもっともっと世の中に麻雀が浸透した後の話なんです。それはもう枠強い強い選手なんかもうアホほどいますよ。それでも今の M リーグに必要なのは超攻撃アマゾネス枠津アキラなんです。例えば自分の全く知らない競技で前原、沢崎、瀬戸熊、藤崎、こんなの見ますか？絶対見ないでしょ。それなら高宮、枠津、茅森、日向、これならおってなりますよね。全員下手ですけど、その下手かどうかっていうのもまだわかんないんで、今 M リーグの画面の向こう側にいるのは麻雀のことを何もわかってないアホではなくて、麻雀の道に進まなかった自分かもしれないわけですよ。とそんなことを考えているうちに、そうか、今はまだこの先何年も続くであろう M リーグの黎明期なんだと、まだ強さだけでは評価されなかった時代の話なんだと、そしてゆくゆくは麻雀業界今よりもっと大きくなり、人口も増え、レベルも上がり、見る側も打つ側も正しい知識を身につけるようになり、強さや正しさが適正に評価される時代が来るかもしれない。真の強者たちによる火花散らす熱い闘牌が見られる日が来るかもしれない。じゃあそんな日を今一度麻雀ガチ勢として目指していこうじゃないかと思ったわけです。はい、以上が麻雀ガチ勢が M リーグをどう見るべきかという話でした。本当にね、麻雀界ってみんなが思う以上にもっと狭くて小さいんですよ。もうそれをね、内側にいるとすぐに忘れてしまいます。そしてその小さな仲間内でやってる中、今一番世間に見ていただけそうなコンテンツ、それが M リーグですから、21世紀を代表する企業の社長が掲げてくれたんですよ。めっちゃすごいんですよ。というか、もしこのコンテンツが滑るんだったら、これまで3年で麻雀に繰り出すやつないんですよ。さあ、このゲームの未来のためになんとか、はい、ということで今回はこの辺にしましょう。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録を。それではまた次の動画でお会いしましょう。